ドラゴンクエスト7エデンの戦士たち、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。今神父さんが降りていきましたね。追っ手が来るんじゃないかな、そんな気がするな。まあとりあえずこの気味の悪い農夫と、あと荒くれさんがこの守ってた洞窟の中に入れるようになりましたので、侵入していきますよ。道がむずいな。宝箱あるっけか。ありそうですね。あ、違った。明らかに厳粛そうな門があるということは、ここに帰ってくるのかな。敵出るかな。まあ、カシムさんとフーラルさんが戦ってくれるなら大丈夫だと思うけど、何もなし。大迷路ですね。うわ困ったな、これ時間食いそうだ。お、宝の匂いじゃ。守りの種、うん、1、寂しい。鎖釜売ります。ヘリの音が入っちゃうかも。さすがに入らないか。いやでもこのマイク優秀だからな、わかんないな、入るかもな。適当。うーん、上に行く、下に行く。あ、帰ってきた。ここで降りたから今度こっち。ここでアイテム取ったんだよな。やべ、おお、なんだ、強そう。リビングハンマー、カシムさんあんま強くなかった。うわこれ痛そう。針が弾けとん、メガンテ的な。これ経験値もらえないんだったらうまくないな。フーラルさんは助けてくれないんだね。カシムさんだけ。まあさすがに5人で戦闘したら卑怯か。こっちかな、そしたら正解。宝の匂いか、いや階段だな。上がっちゃって正解だと思うんだけど、でも宝箱は取り損なうよね。あ、宝箱ですね。まあまたでいっか、回収は。盗賊の花をゲットしてからでもいいよね。ダーマ神殿まで来てますから。行き止まりでした。じゃあ戻る、右下かな。大丈夫、合ってそう。下は何もなし。すっげえ迷路ですね、こんなんきついわ。壺がいっぱい。力の種。でも優しいですよね、こうやってベッドまでちゃんと用意してくれるんだから。何もなし。骸骨だ。人が死んだか。馬の糞馬の糞の詳細はよって感じなんですけど、誰かこれの使用目的を知ってる方がいらしたらぜひ情報くださいな。不思議な木の実。おっと、敵出るんか。うわぁ、キメラか。あの、トルネコのね、トルネコの大冒険をやってるんでね、キメラ見るとね、ゾッとするんですけどね。うわ、つい。いや、違う。カシムさんが弱え。いや、ヒットポイント半端ねえな。ヒットポイント高え。お、ナイス。出たー。いやていうかアルスたち優秀。アルスたち超強くない？いやカシムさんが超弱いのかな。
どっちなんだろうな。不思議な木の鎖釜売りましょうね。何もなし。右が正解な気がするんだけど、一応全部しらみつぶしにいっとこうかな。正解正解、来てよかった。鉄の盾、ドルフィンシールドの方が強いのはそうだよな。じゃあここはスルーか。あのね、モンスター図鑑を揃えることもするので、揃えようと思ってるので、きっ、あ、落ちちゃった。宝箱あるか、よかった、ないな。結局のとこまたこういうとこ来るんですよね。まあそのついでにメダル探しとかすりゃいいと思うんで、あんまり一生懸命宝箱回収しなくても大丈夫。結局なんて言うんですか、上級職で技をゲットして、まあ盗賊の花っていう話が出ましたよね、とレミラーマっていう技で、どっちにしろまた小さなメダル探索しに来なきゃいけないので、ここで頑張って回収する必要はないんですよね。実はまた来るので、多分裏でやるしね。しかもね、回収作業はね、ちょっとさすがにお見せしないかな。多分その必要がない、実況する必要がないかなって感じなんで、まあ戦闘シーンぐらいはもしかしたらねお見せするかもしんないけど、稼ぎ作業のメタルスライム狩りとか、そういうのはもしかしたら実況するかもしんないけど、 FF の8でもやったんですよね、同じようなの。メタルキング狩り、ここにメタキンが出ますよっていう話とか、こうやって買ってますよみたいなのをねやったんでね、セブンでもやるかもしれない。セブンね、すごい簡単に稼ぎ作業できた記憶がある。ライフやべえし、よく見ればマリブル効かねえのか。確か結構レベル上げてから回し蹴りとかでね大ダメージ食らわせられたはずだよ。あとこのブーメラン系で確かはぐれメタルとか買った記憶があるんだけど、だから多分できると思うんだよね。最初のはね魔人斬りなんですけどね。え、これ結構やばくねえか。特技そうか、しまった。ちょっとこまめに回復していくべきだったかな。失敗した。いいね、カシムさん HP 無限だね、きっとね。カシムさんに攻撃が集中してほしいな。基本的にマリベルは奇跡の石でいいか。やべえ、とりあえずキメラ2匹落とせば。これで落ちたか。よし、回復にこれで専念できると思う。こうしよっか、ちょっと回復したいからね。カシムさんが倒す、火の息で守る、防御、回復防御、いいよ、防御先行してくれるかな。えらい、よし、いい感じいい感じ。最後の予定通りでした。よし、壺、小さなメダル、もう大量に集まってきましたね。最初どれくらいでもらえるんだろうな。逆側かも開けられる、あ、てか逆側からじゃないと進めなかった感じかな。意外と悪魔の壺出てこないんですね。あ、間違えた。マリベルはさっき効かなかった。
ったのは何か理由があるな。魔法の方位かな、もしかしたら。A だけは落として、あー C も落ちちゃった、やっちゃった。多分魔法の方位だな。呪文がある程度効かなくなる的な感じなんじゃないか。そうだね、軽くできる。つまりもうほとんど持ってる。執念深いよ、まったく。もともとダメージ量が少ないからだと思うんですよね。お、厳粛に守られてるフォズ大神官様。そんなんじゃダメだろ。明らかにこの4つの、これが大事になってきますね。あれか、あの上のをなんとか破壊しなきゃいけないんだな。早くあの上のを壊す。ブーメランで、アルスのブーメランでなんとかしてもらいたいが。あの弾だな、あの弾を壊しゃいいんだな。これって動くか、あ、やっぱり動くか。じゃあ、どうするか分かんないですね。確認しないとダメだな。下降りないとダメだ。この弾っころに上の石を落とせば多分バリンと割れて破壊できる。3つあるからチャンスは3回のうち2回当てりゃいいんだけど、ほうほうほう、オッケーオッケー、把握した。1個目はこうだな。出た、押せなくなる病だ。よし、以前もありましたね、最初の神殿で。え、これさ合ってんのかな、これ違うか、全然違え、そんなにか。じゃあここか、ここかな、そんな感じするよね。まあやり直しが効くんでね、ぶっちゃけ。マス目、これどこがどうなってるのかよくわかんないですね。ただ5マスずれてたんで、その5個上から 2,4,5、 あれん、 2,4,5、 あ、違ったかもしんないな。え、こっちか、こっちかな、こっちな気がすんな。出た、押せなくなる病。お、当たってた。あと1個ミスるとめんどくさいんで、この列だろう、ちょっと縦気にしてきます。 1,2,3 つ下ね、あそこの状態から 1,2,3 下、3下、ここの3つ下だから 1,2,3、 ここだな、の左だからこれか、どっちかだな。普通に考えてこっちから落とせないんで左からだな。押して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 、ここだと思う。ちょっと待ってね、1,2,3、 その1個下か、ここですね、ここ、ほい、これで OK だろ。 OK、牢獄から出られました。じゃあ、ちょっと急なんですけど、ここで一旦終えさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。